今から美味しいウインナーの焼き方をやっていきます。ウインナーを焼いていきます。今から美味しいウインナーを焼いていきます。今から業務スーパーのウインナーを美味しく焼いていきます。最初にニンニクを切っていきます。飛んじゃった。でニンニクをフライパンに入れて、で弱火で醤油で軽く煎るというか火を通していきます。ニンニク醤油にするんですね。事前に漬け込んで、醤油にニンニクを漬け込んでニンニク醤油を作っててくれはってもいいです。で少し切り込みを入れます。これは安いウインナーやから切り込みを入れた方がいいだけで、いいウインナー、高級なウインナーやと美味しい肉汁とかウインナーのそのパリッとした食感がなくなってしまうので、これは安いウインナー限定ですけど、切り込みを入れて味と風味が、染み込むようにしておきます。で味と風味が染み込むようにした上で、で何でもいいんですけど、何でもいいんですけど野菜を準備します。どちらかというと味が絡みやすい、汁が出やすい、炒めた時にその水分が出やすい野菜の方がいいかもしれません。炒め油とか美味しいウインナーの油とか、炒めるためのニンニクとか醤油とかの美味しさを捨てたくないんですよ。洗って捨てたくないんです。ウインナーを焼く、ウインナーを炒めた後の美味しい肉汁をしっかりと全部利用したいんです。だからそれを受け止める野菜、僕は玉ねぎとかキャベツ、あるいはレタスでもいいかもしれませんね。キノコもいいかもしれません。もういっそのこと卵で全部取ってしまってもいいかもしれません。僕はそうしたというだけのことですけど、こうやって僕はいつものようにキャベツをかけてめくって使います。外側の部分は炒め物、煮物に使います。で内側の柔らかくなった時にサラダとか千切りキャベツに使います。で弱火で全部こう料理の準備しながら火通していくんですけど、ある程度準備ができたらニンニクマヨネー、あ、ニンニク醤油に加えてマヨネーズで炒めていきます。ニンニクマヨネーズ、ニンニク醤油マヨネーズで焦がしていきます。IH の0やったのを6にして、で3に戻して、ゆっくりとじっくりとニンニクの風味と醤油とマヨネーズを焦がして、それを安物のウインナーって言ったら怒られるかな、
高級じゃないウインナーって言っても怒られるかな。ウインナーに火を通すとともに、さて分かりできたでしょ、切れ目が開いてきましたよね。火を通すとともにニンニク醤油マヨネーズの焦がした風味をウインナーに閉じ込めていきます。これがうまいんだ。もうあの安いウインナーを、まあ、はっきり言います、業務スーパーのウインナーを100倍っていうのは大げさですけど、ものすごく美味しくしてくれます。業務スーパーのウインナーを美味しくする焼き方、炒め方ですね。業務スーパー安いウインナーを美味しくする焼き方、炒め方です。で、大事なのは火加減です。焦がしてほしいんやけど焦がしすぎちゃダメ、焦がしてほしいねんけど焦がしすぎちゃダメで、しっかりと火が通ったら、このニンニク醤油マヨネーズをつけながらマヨネーズ食べるのも美味しいんですよ。つけながら食べるのも美味しいんやけど、全部無駄にしたくない、もったいない。だから普通はね、普通は食べ終わってから炒めます。普通は食べ終わってから炒めますけど、今回は活用術なので、本当はこれをこうしながら食べたいんですよ、こうしながら食べたいんですけど、キャベツ入れていきます。これでキャベツ炒めたらまたうまいんですよ。あの微妙なね、醤油のあの風味と塩加減は人それぞれ見つけてください。もうちょっと醤油多い方がいいとか少ない方がいいとか、ニンニク多い方がいいとかってあります。さあ、もう個人個人であります。それは自分で見つけてください。うまいですよ、本当にうまいですから、一度試してみてください。で、微妙に美味しくないっていうか、微妙に物足らないと思ったら、醤油の量を自分好みにね、アレンジしていってください。僕はほんのちょっとでしたけど、人によったらたっぷりの醤油の方が好きやっていう人もいますから、はい、あ、戻しましょうか。あ、これ炒め油もったいないな。これもったいない。これがうまいんだから。貧乏症やけど、あ、みんなが見てないとこでやろう。みんなが見てないところでこれあのこそげますね。はい、完成です。美味しいウインナーの焼き方、業務スーパーのウインナーの焼き方、安いウインナーの焼き方、完成です。食事前の体重です。 54.2、 昨日より 200g 増えてますね。体脂肪率 12.5、 基礎代謝 1275、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 44.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 54.2、携帯とトランクスと T シャツの重さ引いたら54キロか。体脂肪率 12.5、 基礎代謝 1274、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 44.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5 です。9月4日1食目、1品目、ウインナー食べていきます。美味しい焼き方をするのにタレというか油がもったいないので、急遽野菜、キャベツを加えて焼き油を吸わせました。
あー、おいしい。ものすごくおいしい。ニンニクの風味が効いててめっちゃうまい。もうちょっと醤油多くでもよかったかな。塩味が。キャベツに吸わす炒め油としたら、もうちょっと醤油を、炒め油をリメイクする場合には、もうちょっと醤油が多くでもよかった。ウインナーには僕にはちょうどいい塩味なんですけどね。おいしいな。あー幸せ、うまい、うん、うん、あーおいしい。あーうまい。幸せや。
ああ、おいしい。またやってもた。行儀悪いな、もう。ウインナーも一本しかない。寂しいな。9月4日、1品目、1皿目、焼きウインナー完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録お願いします。